はい、どうも彦摩です。今日はポケモン GO フェスト2023グローバルです。正直ね、もう大阪に照準をね絞り込みすぎました。あそこで燃え尽きちゃいました、あそこで満足してるんですけど、さらにね色違い増やしていきましょう。ちなみに今回新規10種です。でね、最初にいきなりヘラクロス来てます。ヘラクロスの色違いを出して大阪は完結したいところです。あとはまあ出ればいいかなという感じです。正直グローバルはそんな出ないんでね、期待しちゃダメです。まあ少しでもね潰せればいいかなと思ってます振動うるさいな、正直うるさいな。ファス9枚消化、それによってグラードンとカイオーガ PL50 分のアメックセルを貯めたいと思います。 PL50 にしてねメガ進化で活躍させたいところです。この9枚がまたクセモンでね、今日の無料パス入ってんのかな、確か最近も入ってなかったような気がします。昨日分の無料パスも使ってないので11枚使えるかもしれないです。使えなかったらショックです。そしてねここにお披露目があります。今回はピカチュウのようです。置いていきましょう。人数制限があるんでね、急がないとです。でメガ進化をねこれやりたいんですけどね、人がね人っ子一人いないんですよ。誰もいないんですよ。あ、ウイロカゼ来ました。あ、多分ねは取りたい。ウイロカゼの話は後で来ましょう。お香を使っていく。今日はねお香止まっていても出るそうです。いつもこれにしてほしいな。ほい、お香を使う1達成です。なんかポケモンがあんまり変わってないですね。変わってない。あ、カラナクシ、これ色違い実装してます。人がいないな。メガ進化なんてやってる場合じゃないのかな。多分ねの色違いは持ってます。あと1分33秒来てくれ。あ、アンノーン、ノーシャイニーです。ここでアンノーンが出るんですね。いいっすね、色違いチャンスあります。今回は色違い狙えないですね。100人1体とかね、かなり多い数なんでね、色違い貯金なんかこう感覚はつかめないです。ピカチュウを置いていく。お、早速置かれてます。おお、3人置かれてます。 M さんを調査する。ランク1位です。ウイロハゼの話を聞いてしまった。いやあヒコボン、ようこそゴーフェストへ。この地図、これを、おっとこれじゃない、グルメポフィン地図じゃない、これを見てくれ。世界で一番美しいものと読める、その何かを見つけるための地図。一体何だと思うヒコボン。希少な石ポケモン、地図をたどって探してみるしかないな。この位置はあのポケストップを示しているようだ。あのポケストップを目指そう。行くぞヒコボン。これはあれですよね、新ポケモンですよね。あ、出ちゃったグラードンです。グラードン入ります。忙しい忙しい、入っていく。誰か来てくれ。あ、1名だ、ダメだ、くっそ。あ、2名、2名、3人、5人、10人ぐらい来てほしい。8人、これいけるでしょう。昨日7人いたのに2名抜けられちゃったんですよね。ひどい話です。9人いれば大丈夫でしょう。10人、 OK です。10人。あ、メガ進化するの忘れてた。選べないのかなこれ。あ、選べる。違う、こっからは無理だな。メガマックスなね、ギャラドスがメガ進化したいんですけど無理でした。では12名でバトル開始です。よかった集まって。あたりはほとんど人がいません。みんな東京行っちゃったのかな、知らないぞ。固まっても、うわー、ソーラービーム、きつ。いつも思うんだけど、ソーラービームって炎タイプですよね。どっちかっていうと草じゃないと思うんだけどな。うわー、かわしたい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 。ダメだ。こいしょ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 、撃破です。さて CP はテゲ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 テン3370に分からない。ではゲットチャレンジ、色違いならゲット早い。ノーシャイニーです。2906、これサークルの色が緑だぞ。いつもこんなだっけ。よいしょ、 OK、 戦闘ゲットです。あれ、ゲットしやすくなってる、勘違い。とりあえずアメデックセルを貯めていく。ピカチュウ OK、 ティアラピカチュウです。さてここからどうしようか、動いていくか。コレクションが進んだ。ヘラクロスが全然出ないですね。でもレッツローゴです。スイガーリーが出ました。スイガーリーの色違いはいないよね。停止してもやっぱりここから出てくるのいいっすね。タスクも進めていきます。こっちこっちこっち。おお、糸丸、私が求めているのはヘラクロスなんだ。ヘラクロスいないっすね。あ、コレクションチャレンジがあるんだ、めんどくさ。コレクションチャレンジがあるのでとりあえず一通りはゲットしていきましょう。捕獲に集中させてほしいっすね。お、メレシー、メレシーです。大阪の時でもお香で出てたんですね。お香耐えてなかったな、全然。お香ってなんかせかされてるようで嫌なんですよね。歩け歩けって感じで。
もうボールも少ないですよ。大阪から全然増えてない。いや、ノーマルボールは多いんですけどね。スーパーとかハイパーが少ないです。だいぶ人が増えた気がする。あの、こんなおシャイニーです。ここはいい感じだな。おお、色違い。エネコ、エネコは取ったかな。うー、やっちゃったな。一歩手前でアンノンタップしてたのに。エネコの色違い痛いよね、多分ね。いきなりでも色違い、幸先がいい。アンノン、おお、色違い持ってない。うわー、王の色違いは出なかったんです。他は全部出たのかな。あ、色違い持ってます。更新機さんじゃなかった、やっぱり。クロナクシ、お、ヘラクロス、ヘラクロス、おい、ほい、あー、ショートカット失敗。ヘラクロス来い。おー、ノーシャイニー、もう一体いる。これはいいぞ。ヘラクロス、色違い来い。ノーシャイニー、2匹いるとね、すごいチャンスがありそうな感じがします。気のせいですけど。あとはベロリンガですね。あ、ベロリンガさっきいたのに。いや、ヘラクロス行きたい。そこだ。とりあえずピカチュウをタップしていく。ノーシャイニー、もう一匹いる。2回チャンス。うーん、ノーシャイニーです。捕まらない。なんだこいつは。捕まらない。え、どういうこと。やっと消えました。もう一体現れました。タップしていく。お、やりました。強い。やりました。いいペースだ。金髄使っていきます。ハイパー使っていきます。 OK です。なんか今色違い出そうな気がしました。ゲットです。メスです。やりました。値千金のメスです。やっぱりティアラはメスですよね。しかしヘラクロスがいない。機械にヘラクロスがいなくなってしまいました。まあいいでしょう。ピカチュウの色違い新規です。まだ午前中なんで空いてます。ベロリンガをタップしていく。ベロリンガの色違いの中いっぱいです。あとメガ進化ですね。とりあえずギャラドスをメガ進化していきます。カヨーガのアメックセルが増えます。メガ進化大丈夫。ちゃんとメガ進化してます。技解放してません。赤いテラリウムの新規色違いはヘラクロスと絡なくしだけです。引き続き狙っていきましょう。とりあえずあのメガ進化やります。とりあえずパスを使って安心したい。ヘラクロスが出ました。タップしていく。違う、エノコじゃない。ほい、おお、なんか色違いが出そうな気がする。プンプンする。今日は曇りでいい天候ですね。コケカツ日和です。エネコなんでタップしてしまったんだ。お、ベロリンガもいっぱいいます。もうアメックセルはたまりました。あ、カラナクシ、色違い来い。ノーシャイニーです。とりあえずメガ卵です。お、ベロリンガ大量発生です。メガ進化孵化します。では入っていく。グラードンさんです。本当忙しい。捕獲に集中させてほしい。見て、葉っぱが落ちてきた。もう準備 OK でいいんじゃないか。メガ進化でブーストを与えてきます。この徳がたまると色違いが出ます。技も OK です。そろそろ技来そう。来た。かわせ、かわせ、よし。あー、 OK、 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 かわしたかわした。そして倒していく。 OK です。ドゥ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 。32878、よくわかんない。ではゲットチャレンジ。ノーシャイニー、捕まえやすくなってるみたいですね。ゲットです。なるほど、いいっすね。これはいいぞ。捕獲に集中できます。おお、結構いい。 96% です。で、次卵が出てるところ。あっちが孵化する。あっち行きたいけど無理だ。ピカチュウか。ピカチュウはよし。こっちのお寺に出てるけど無理だな。あ、アンノーアイ、アイの色違いは持ってるけど、くっ、くっそ。おー、ノーシャイニー。休む暇がないぞこれ。最初こいつをタップしようと思ってエネコをタップしてしまったんですよね。あの色違いが、時間が経ったらね、メガ進化どんどん成立しなそうなんですよね。みんなやる気満々かな。あ、からなくし、からなくし、色違い来い。ノーシャイニーです。あ、ヘラクロスが出ました。ノーシャイニーです。一応ベロリンガー捕まえていきたい。メガ進化出てるんですけどね、やる人いないですよね。向こう行ってみます。一応このお披露目にも置いていきましょう。お披露目に出場。ヌメラ、これはダメそうだな。ランク14、いいんです。参加することに意義がある。タスクもどんどんこなしていきます。トン、おお、ヘラクロス、いいっすね。トン、
おお、ヘロクロス。おお、全部ヘロクロス。最高じゃないの。私のために用意してくれたのか。ノーマルタイプのクレも5匹強化する。本当強化は嫌だな。もう1、2、3、4、5、もういいっす、うん、気にしない、砂気にしない。5 OK です。このリワードは何ですかね。ポチトナ。おお、カラナクシ、これもいいっすね。おお、そしてアンノン Z かな。これ Z はノーマルでした。そしてピカチュウ、ノーシャイニーです。ノーマルタイプのポケモン、また5匹強化か。めんどくさいなもうやだな、やだやだ、やだな、怖いな。これ強化しちゃうか。2、3、4、5強化 OK です。受け取っていく。カラナクシ OK です。どんどんゲットしていく。またノーマルタイプのポケモン5回強化。5回強化やだな。もう35分経っちゃいました。厳しいな。本当強化タスクは作業でしかないんでやめてほしいですね。コレクションが済んだ。あとこれだ、牛だ。ミルタンクコレクションチャレンジ完了です。これで一応安心して次に進めます。全然安心じゃないんですけど、コレクションチャレンジ済みました。強化のタスクが本当厄介だな。報酬ポケモンはねとても素晴らしいんですけど、またノーマルタイプのポケモンを引き強化する。これやだな、もうこれやだな。でも報酬ポケモン欲しいんですよ。いつもだったら200でやっていくんですけどね、今回しょうがない。どんどんやっていく。リワード受け取る。カラナクシーノーシャイニーです。熱いっすな。タスクを受け取っていく。ノーマルタイプのポケモン5匹捕まえる。これノーマルか。ノーマルです。やばい、タスクをやってる場合じゃないぞ。あれ、狙いのポケモンが出なくなっちゃったぞ。おー、イワークはお呼びじゃない。あ、ピカチュウだ。ピカチュウ、ピカチュウのシャイニー。うん、色違い貯金を貯めていきましょう。そしてここで色違いか、ゴー。おお、びっくりした、違うよ。びっくりしたな、もう。今回の報酬ポケモンはいいっすね。リサーチの内容があれですけど、カラナクシーのシャイニーです。多分値をタップしていく。なぜ多分値をタップするかって、それは色違いじゃなくて砂が多いからです。あと硬いんでね、ジム置きに良さそう。ちなみに砂は4200です。すごい。あー、あれ使っとけよかった、星のかけら。おい、今更です、今更二郎です。そしてあそこのメガ進化卵が孵化する。行こう、忙しい。そしてタスクを達成しました。リワードを受け取っていく。ノーシャイニー、イワークはいらんって。なんでイワーク入れたし、なんでイワーク入れたし。ピカチュウ、ノーシャイニー。あ、メガ進化入っていく。5人しか集まんない。6人しか集まらないだと、そんなバカな。あ、9人よかったです。招待で来てくれました。あんまり人の集まりは良くなさそうですね。これどんどん良くなくなるぞ。孵化直で9名です。厳しみ。あ、グラドンじゃない。失敗、危なかった。お、10人になりました。あざーす。アメちゃんのお母さんです。時間に区切られてるせいか、もう大阪より余裕ないですね。もう分かってますからね、これが出るっていうのがね。逃すことができないですよね。この期間に飲み物を飲む。技が不備じゃなくてよかった。あれは最強です。というかバリバリ弱点疲れますからね。ゲットレンジ。おお、ヨチャ行きました。楽チンリー、まあ、今回は捕まえやすいんですけどね。ではこんな感じでバタバタやっていきます。また色違いが出たら撮影したいと思います。ずっと撮影できちゃうんでね、この辺にしときましょう。一応カビゴもやってみます。ちょこちょこやったぐらいでね、色違い出る気がしないですけど、とりあえずね、記念ということで。では記念の帽子カビゴンレイドいきます。これが帽子カビゴンか。まあいただいてるんですけどね。激派です。重要なのは色違いかどうか。ゲッチャレンジ。おお来ちゃった。ミラクル来ました。ミラクル超人です。やりました。出るとは思わなかったな。ほい、出やすくなってとか、それはないんだよね。たまたまです。色違い帽子カビゴンの色違いゲットしました。いや、まさか出るとは思わなかったな。星マーク。ではね、引き続きやっていきます。撮影しててよかったな。ヘラクロス。
お、ノーシャイニー。ヘラクロスはまた次の機会か。ヘラクロスが欲しいんだけどな。時間がないんですよ。これ人いなくなったらレードを成立しなくなるな。大丈夫かな。ナックラーの色違いが出ました。これタップしたら色違いないそうだなと思ってね。でもタップしちゃいけない、でもタップしたいっつってタップしたら色違いでした。好奇心に勝てませんでした。ピカチュウと間違えてタップしたら嫌っちゃいました。これ2体目かな。まあ2体目なんでよしとしましょう。地域限定ポケモンのマスキッパ出ました。これがマスキッパか。マスキッパ初ゲットです。スカン登録 OK です。やりました、やりました。色違い貯金作戦大成功です。そろそろ出るんじゃないかなと思ってました。案の定出ました。何気にこれ持ってなかったんですよね。チェックしてませんでした。途中で気づいてゲットするようになりました。ゲットできてよかったです。星マークつけておきます。なんと野生でも色違いきました。レードすることもなかったな。まあ2体ゲットということで、いやまだゲットできてないんですけど、ゲットです。2体目の帽子カビゴン色違いゲットです。この1時間ねずっと色違い出てなかったんですよね。一気に来ました。私の提唱する色違い貯金論がね成功してます。といったのが雨が降ってきたのかな。気のせい気のせい。ちょっと雲行きがね怪しいんですよ。こんな感じです。天気予報は雨じゃないんで大丈夫だと思います。油断しました。ついタップしてしまいました。特別欲しくないのにタップしてしまいました。そしたら色違いでした。でもまあ2体目ぐらいかなこれ。よし、2体目ならよしです。ちょっとねメガ進化向かおうかなと思ったんですよね。ついでにコレクションチャレンジ達成しようと思ったらね色違い出ちゃいました。こういうこと多いと思います。おおおお素晴らしい。メガ進化痛いんだ。メガ進化おービッそこのメガ進化をやりたいんだ。ゲットです。今回もメスです。メス多いですね。でダンバルも捕まえたい。そしてすぐさまグラードンです。あ、有料パスに変わりました。有料パスに切り替わりました。有料通貨、まあ、チケットのあの無料パスも有料ですけどね。とりあえずまだメガ進化分のアメックスが溜まってないんじゃないかな。グラードンが倒しやすいですね。2324、うん、普通ですね。ちょっと今日やった伝説見てみます。さっき9000だったんだよな。今の1000引いて9000です。チケット分は7枚なのかな。で昨日分と今日分の無料パス合わせて9枚、最大9枚、そういうことなのかな。一応9000できました。とりあえず続行です。この時間帯2体目の色違いピカチュウが出ました。またメスです。メス多いっすね。しばらく出ないかなと思ったら出ちゃいました。ラプラスはいいかなと思ってタップしちゃったんですよね。とりあえずゲットです。パーチリつきました。初ゲットです。いやまだゲットしてない。欲しいなと思ったんですよね。パーチリスゲットだぜ。図鑑登録。OK です。どんどん埋まっていく。引き続き頑張っていきます。やってしまった。色違い貯金溜まったのにベロリンガをタップしてしまった。色違いでした。ヘラクロスに取っておいたんですけどね。ベロリンガやっぱりね、アメックスを求めていた時があるので、ついタップしちゃうんですよね。未だにアメックスを求めてしまう。ドッコラの色違いきました。色違いヘラクロスの捕獲は失敗しました。ドッコラがキリニキの色違いを絶対出そうかなと思ってました。とりあえずドッコラ。あ、まだ15時8分なんで全然大丈夫ですね。キリニキ出します。もしくはピカチュウ。ここまで行きます。来ました。キリニキは失敗しましたけど、これで来ました。でかいの来ました。ちなみにタスクから出ました。これはでかい。色違い貯金貯めただけあります。かなり色違い出なかったです。ヤリウタの色違いゲットです。ピカチュウの色違いが来ました。これは取ったやつかな。よく分かんなくなってきました。色違い貯金がここに来てね、放出されてます。さっきは渋かったな。引き続きやっていきます。やりました。終了5分前に出ました。値千金です。怖い怖い怖い。金髄使おう。たまに逃げられる人もいるらしいんですよね。1、2、3、ダー。ゲットです。色違い貯金をね、ここに投入しました。持ってきるんだよな。じゃあノーシャイニーです。次で17時のターンです。それ終わったら終わりです。入道雲がすごいんだが、雨を降らさないといいんですけどね。あと1時間持ってくれ。やりました。またまた色違い貯金が火を吹きました。これは値千金でしょう値千金何回あるんだって感じですけど、これは来てます。かなり来てます。色違いのコツをつかんだかな。なっこったんない。ヌメラの色違いゲットです。やりました。値千金。これでもう帰れますね。カブトムシだけが悔いが残ってます。
まあ明日ありますけどね。時刻は17時33分、もう少し頑張ってみます。てなわけで18時4分終了しました。雨はなんとか持ってくれたみたいです。あっちの方でね、ゴロゴロピカピカ鳴ってます。雲が流れてよかったです。てなわけでいきなりね、気になるウロチョウチェックしてみましょう。今回はすごいと思いますよ。21体でした。エネックから始まってます。新規が多いです。大阪で撮ったやつとは違うのかな、これだとしたら新規です。あと帽子カビゴンの色違い、あと鉄砲魚、あとピカチュウ、ティアラの宝石が水色です。こちらも水色です。水色の宝石オスが来ました。あとピンクの宝石のコギピカ、あとドックラーも何気に初めてです。ずっとレイでやってたんですけどね、出なかったですね。そしてヤレユータン、値千金です。これはいいっすね。そんでもってピカチュウ、これは宝石が緑色のティアラです。そしてカリキリ、そしてヌメラ、素晴らしい結果だと思います。とにかくね、ヘラクロスが出なかったのが残念です。最初に見守ってきたやつね、結構潰しました。黄金の砂地のターンがね、一番厳しかったです数が多いんですけどね、出なかったですね。キリニとかバチューとかエレキテルもチャンスはいっぱいありました。緑の森なんて制覇してますからね、狩らなくしは厳しいです。数が少ない。そんでもってパス9枚消化。カビゴンやってたの忘れてました。なもんで強分のパスを入れて9枚ってことかな。そうと思いたい。昨日やらなかった分無駄になってないといいんですけどね。あとグラードン海洋が PL50 分のアメクセル溜まりました。明日でもよかったんですけどね。明日何が起こるか分かんないので溜めちゃいました。今日レードも結構やったのに、この色違いの数ですからね、頑張ったと思います。とにかくピカチュウが多いですねいいんじゃないでしょうか。でウィル博士なんですけどね、まあ、ウィル博士宝石の攻撃明日やりましょう。で言うことは同じですよね。明日はいっぺんに出るのでね、ほどほどにやりましょう。ではね、明日に続きます。